皆さんおはこんばんちは、野村翔でございます。私去年の10月26日になんと50歳になりましてですね、そんな節目の年にですね、僕の愛する方という一同に集めた写真集、野村翔の思わず検索したくなるギターコレクション、これがですね6月の25日に発売されました。もう撮影大変でございました。もう2トン車とかにギターいっぱい詰め込んだりとかですね、あのギタースタンドにも立てるんですけど、ギタースタンドが足りないとか、ギタースタンド組むのに1日半かかったとか、もうスタッフの苦労もさることながら、うちのギターちゃんたちもみんな総出動ですからね、こうお互い万円からもうみんなのこんなお小遣いで余裕で買えちゃうぜみたいな、そんなギターがある、全て同じ愛で包んだギター写真集になっております。300数本ぐらいデッサイなんかしますけど、素敵な写真集が出来上がりましたんで、今回はですね写真集にも載っている、ギターの中からちょっと何本か皆さんに、ご紹介しようかなと思っております。派手なギターです。2004年製になりますね、ミナリークというメーカーのですね、インフェルノスタジオエクストリームという、お名前でございます。あのね、これ2004年に僕がアメリカに行った時に向こうで買ってきたんですけど、その前に写真で実は情報は持ってた、ね、ギターの情報は持ってた。でも日本で手に入んなかった、その当時で、たまたまその行った時に楽器屋にいたから連れて帰ってきたやつです。ぼーっとしちゃいました、すいません。このギターはですね2006年製になりますね、 RKS のルビーレッドホローボディというですね、ギターなんですけれども、ご覧のようにここにボリュームが、こんなところにボリュームがついて、トーンがついてて、ピックアップのセレクタースイッチがここについてるっていう、あまりにもこうなんか不思議なところについてて、もう見た通りここ実は手が入るんですけれども、ホッケの開きのようなこのボディに、一目惚れしましてですね、思わず買ってしまったという。裏側は特別にお見せしますとこんな感じです。一本ライン半透明、大好きなギター、フェルナンデスの YN85 のですね1994年のものなんですけども、僕にとって3本目の自分のモデルでございます。でそれのちょっと ここを見ていただけると、いろんなスイッチがついてたりする。何これっていうと、一番こっち、まあ今状態はノーマル、1個入れます。そうするとここにはなんとオートワウっていう、で2番目のこのスイッチをこれ入れるとトレモロがっていうね、これ一番下のやつ、この人入れるとなんとオクターバーで、その横にねちっちゃいスイッチあるのよ、これ見えるかな、これこの黒いスイッチ、これまたやると弦音がなくなる。でいつ使うんだって問題なんですけど、使いどころないんで一応これこね普通に弦音使いましょう。あとはもうこのピックアップハンバッカーなんで、それのフェーズスイッチだったりとかですね、これはもうピックアップのセレクタースイッチで、これがその先ほどのトレモロだったり、そのオートワウだったりのつまみがここについて、実は
この中がもう毛細血管状態で線がぐちゃぐちゃになってて、裏にここに実は電池が2つ、 006P って 9V の電池が2つ入ってたりするんですね。でエフェクターが3つこの中に内蔵されてる。作った人曰く絶対に壊れたりね、あの音が出なかったら調子悪いなと思って開けないでくれ、開けた途端に二度と治らないって言われてですね、今日は壊れてなかったからよかったなと思うんですけど、ここにも秘密があります。こっちがインプット、こっちがアウトプット、インプットにもう一個ギター刺すとそっちのギターもこのエフェクターが全部使える。なんて便利な素晴らしいギターなんでしょう、 YN85。野村義雄の思わず検索したくなるギターコレクション、こんな本ですっていうことでございましてですね、ぜひ一回本を見ていただきたい。で中に気になるギターが、何この形、何このメーカーとかいろいろあると思うんですよ。ぜひ検索してください。で欲しいなと思ったらデジマートでぜひ本と一緒にポスター付き、あはは、もう出てますよ。